ギリシャ共和国中央ギリシャ地方にある都市で、フォキダ県の県都である。行政上は、デルフィシの一部であり、その中心地区である。古代ギリシャ語の発音ではアムピッサ。中世においては、サロナの名で知られていた。アンフィサの名は、古代ギリシャ語の動詞、アルファミューファイイオタニューニュープシロンミューイオタ、アンフィニエミから来ているとされている。これは、アンフィサの町が、ジオナ山と、 パルナスソス山に囲まれていることに由来している。ギリシャ神話においては、マカレオスの娘であるアムピスサの名が町に与えられたという。13世紀になると、アンフィサの町はサロナとして知られるようになる。サロナの名の由来については3つの説がある。町の名は、近代ギリシャ独立後の1833年にサロナからアンフィサに復古された。アンフィサの町は、 デルフィ市の南部に位置し、かつてのデルポイの一跡の傍らにあるデルフィの集落からは東北へ約1 1トルの距離にある。ラミアから南へ約4 7トル、ナフパクトスから東北東へ約5 0トル、ティーバから西北西へ約8 5トルである。アンフィサの町は農地が多いクリスサイアヤ平原の北端部にある2つの山。 ジオーナ山とパルナスソス山の間に位置している。町は森林に囲まれている。また、西にあるリドリキとは GR-27 及び GR-48 によって結ばれている。アンフィサのアクロポリスアムピッサの町は古代ギリシャ人の内ロクリア人が居住した西ロクリスの主要都市であった。パウサニアスは著書ギリシア案内キの中でアムピッサの町を紹介し、 アムピッサとアンドレ・モナスの墓や、アクロポリスに築かれたアテナ神殿、トアスによってトロイアから運び込まれたと言われている銅像などがあったと記している。また、アンドレ・モナスの妻の墓や、アスクレーピオスの神殿も存在した。近年の発掘によって、紀元前8世紀頃のアムピッサは、コリントスやペロポネソス半島北西部の都市との交易によって、 商業が発展していたことが分かった。紀元前7世紀にはポリスを形成するようになり、芸術や交易で3世紀もの間栄えた。紀元前653年には一部のアムピッサの住民がイタリア半島南部に移民して、六里の町を建設した。アムピッサの暦は他の六里地方のポリスと異なり、またアムピッサの貨幣には表面はアポロンの肖像が、里面には ファイ・シグマ・シグマ、オーム、アンフィションという文字と、やり、カルドーンのイノシシのガッコツ、セイブド武道が描かれていた。テルモピュライの戦いで、ギリシアがペルシア軍に敗れると、ペルシア軍は、ポーキス、ニシロクリス、ドーリス、ボヨーティアに侵攻した。強固なアクロポリスを持つアムピッサには、ポーキス地方の住民が安全を求めてやってきた。ペロポネソス戦争の時には、 他の西ロクリス地方のポリスと同じく、スパルタ側に味方した。アムピッサの政治体制は、下等生であり、スパルタと似ていた。アテナイで、ベリクレスが政治を動かしていた頃に、アムピッサでも、民主制を確立しようという動きが見られたが、成功しなかった。デルポーイで発見された碑文からは、当時のアムピッサのアルコンとして、メナンドロスのテアゲネス、ボリアダス、ハリクセノス、 ダモンのアリストダモス、ドロテオス、エウアルコス、アルケダモス、エピニコスのアリストダモス、ハリクセノス、アリスタルコスの名を知ることができる。紀元前426年、スパルタの将軍、エウリロコスが、ナフパクトスに向かう途中デルポイに着くや、アムピスサを当てないから引き離し、通行許可権を得るために死者をアムピスサに送った。内容は人質をスパルタに送るとともに、 ポーキス地方のポリスの敵意を恐れて、態度を決めかねていた、他のロクリス地方のポリスを説得するように、ということであった。ペロポネソス戦争後、アムピッサは、テーバイと同盟を結んだ。紀元前395年には、コリントス戦争が起こり、アムピッサは、テーバイやアテナイの味方についた。ローレンス・アル・マタデマの会が、アムピッサの女たち1887年。 第三次神聖戦争中のエピソードを絵画化した。紀元前356年から紀元前346年にかけて行われた第三次神聖戦争ではアムピッサは定イの側についた。その頃にアムピッサではクリスサイア平原の一部が農地化され、キッテラには陶器工房が作られた。紀元前339年にはアテナイがデルポイのアポロン神殿に 金の盾を奉納しようと申し出たが、盾には、定売への侮辱の言葉が彫られていたためにアムピッサの代理人はこれに激怒し、アテネの申し出を却下した。アテネの代理人であったアイスケネスは、アムピッサに抗議し、マケドニア王国のフィリッポス2世がこれに介入した。紀元前338年、フィリッポス2世は、アムピッサを攻撃し、破壊した。 アムピッサの住民の大部分は追放され、デルポイに移住した。これは、第四次神聖戦争と言われる。同じ年に、デモステネスの影響によって、アテナイやテーバイがハンマケドニア連合を組み、アムピッサ人と、西ロクリスのポリスはこれに参加した。その後、アムピッサ人は、アムピッサの街を再建し、以前の活気を取り戻すことに何とか成功した。 しかし、紀元前322年には、アエトリア同盟のアレクサンドロスに包囲された。紀元前279年には400人のアムピッサの重装不評がギリシア軍に参加し、デルポイをケルト人から守った。その後、アムピッサとアエトリア同盟との友好関係が向上し、紀元前250年にアムピッサは、アエトリア人の友人並びに親戚として、 アエトリア同盟に参加した。紀元前245年に、アカイア同盟のストラテゴであったアラトスが、アムピスサを攻撃した。しかしその後、アエトリア同盟と、アカイア同盟は、ローマの失政官、ティツスクインクティウス・フラミニヌスのもとで、共和制ローマと同盟を結び、マケドニア王国のフィリッポス五世に対抗した。マケドニアに勝った後に、フラミニヌスは、アムピスサに対して、 租税を免除し、完全な自治を認め、貨幣の鋳造を許可する、西ロクリス地方の中心としての独立したポリスとした。しかしアエトリア人は、ローマはギリシアの都市を支配するつもりだと信じ、セレウコス朝のアンティオコス3世に援軍を依頼した。そのために、ローマの将軍マニュス・アキリウス・グラブリオによって、ラミアは攻略され、紀元前190年にはアムピスサを包囲された。 アムピッサの住民は、アクロポリスの防御力に自信を持っていたが、ローマ軍は強く、アムピッサの陥落は目前であった。しかし、ローマの司令官が、ルキウス・コルネリウス・スキピオになり、アテナイの副官が干渉したことでなんとか、急戦状態となった。紀元前174年から紀元前160年にかけて、ローマ派のアエドリア人と、 民族主義者との間で構想が数回発生した。オクタビアヌスがアクティウムの海戦でアントニウスとクレオパトラに勝利したことを記念してニコポリスの街を建設した際アエトリア人を移住させたがその一部はアンフィサに移住した。このような理由からパウサニアスはアンフィサの住民は祖先がアエトリア人であるから 西ロクリア人と呼ばれることに恥じるのだと述べているが、これは誤りである。なぜなら彼の生きていた時代、本当にアエトリア系であるアンフィサの住民は少数であったからである。この頃、プルタルコスの大比列殿の中にフィロドスという名のアンフィサ出身の哲学者が述べられている。2世紀になると、アンフィサの町は繁栄して、城壁の外にまで町が広がり、パウサニアスによると、 180年当時の人口は7万人であったという。ディオクレティアヌス帝の地位性ではアンフィサには豪華な水道が設けられていた。中世初期のアンフィサはアラリック一世率いる西ゴート族やフンジンといったギリシア一帯を侵略した移民族によって大きな被害を受けた。451年にはアンフィサに死境が置かれるようになり、 530年には、ユスティニアヌス大帝が、クリスサイア平原一帯の町を要塞化し、アンフィサの城壁も修理された。ヒエロクレスは著作、シュネクデモスの中で、アンフィサの町は、東ローマ帝国のヘラス属州にあり、アテネの悪徳知事の管轄下にあると述べている。旧世紀中頃からは、ウルガール人が新たに侵略し、フォキス地方を略奪したり、 アンフィサの街を包囲したりした。しかし、アンフィサにとって最も過酷だったのは996年であり、ブルガリア帝国のサムイルはアンフィサの街を攻略後に破壊し、住民を虐殺した。1059年にも北方からの移民族がアンフィサを何度も包囲し、住民は虐殺を逃れるために洞窟に避難した。1147年にはノルマン人が クリスサイア平原に侵略したが、アンフィサを略奪することはなかった。この時すでにアンフィサは衰退していたと考えられる。1205年に第四回十字軍がラテン帝国を建国すると、モンフェラート公ボニファーチョ一世は、テッサロニキ王国を建国し、中央ギリシャ地方を征服した。ボニファーチョは、アンフィサの街をサロナに改名し、古代のアクロポリスがあった場所に、 堅固な城壁を築いた。1311年には、カタルーニャ人が中央ギリシャ地方を征服し、以後80年にわたって支配した。1394年にサロナの地域は、オスマン帝国に征服された。1580年には、大地震が発生し、フォキス地方とサロナ周辺の町が破壊された。 1687年から1697年の間のベネツィア共和国による支配を経て、サロナは再びオスマン帝国に移情された。その当時サロナを訪れた旅行者によると、町の人口は6000人程度であったという。サロナは以前の豪華さはなく、古代のアンフィサの栄光を忘れ去っていた。そのために旅行者の中でサロナが、 古代都市のアンフィサであることを信じる人は少なかったという。18世紀にはサロナはタイオスマン帝国戦の準備基地となった。サロナが戦略的に重要な土地であるとともに、クレフテスたちが活動するジオラ山やパルナスス山に近いからであった。ギリシャ独立戦争の時には、ディミトリオスパネルギアス、ギアニスディオブニオティス、ヨアニスグラス、サロナ司教、イサヤラが オスマン帝国に反逆した。彼らは、ホキス地方で反乱した、アタナシオスディアコスや、ヤニスマクリアニスらと共闘体制をとった。1821年3月27日に、パヌルギアスがサロナの町を攻略し、4月10日には、サロナ城を手に入れた。11月15日から20日にかけて、サロナ市議会が開かれ、地元の有力者や、軍司令官らが参加した。 テオドロス・ネグリスの指導のもとで憲法の草案が書かれ、本土東部ギリシャ国憲法が施行され、本土東部ギリシャ国が首都をサロナとして独立した。この国は1825年にオスマン帝国が再び奪還するまで存続した。ありがとうございます。